担当業務の中で苦手な仕事があります。何回こなしてもうまくいかず終わっても達成感がありません。苦手な仕事をどのように乗り切っていますか。乗り切れるんだったらもう時間をかければいいんじゃないかなと思います。頭使わない仕事するのが僕は苦手なことが多いですね。ルーティンワークの方が。でもそれってもう腹さえ食って無心になれば、まあ時間くれば終わるじゃないですか。そこは我慢できるんですけど、頭使う上に苦手な仕事もたまにあったりするんですけど、それはもう向いてないんでやめますね。